こちらです。ホロライブに入ってからミナとアクアが変わった、過去成長したと思うところは、これ高得点です。これ具体的ですか。じゃあ行きますよ。じゃあシオンタンから行きます。お、こちらです。丸くなった、びっくりした。丸くなったびっくりした。あー、そう、え、これは体型がとかそういうのじゃないよね。え、まあそれも、それもそれもちょっと、うちの赤ちゃんはね、こんなにスリムでしょ。尖ってたのが丸くなったよねって。いけ、体重も減ったんだから。丸くなってないでしょ。そうだよ、いっぱいストレス抱えてんだから。そりゃね、痩せるでしょ。痩せたね、ちっちゃくなったね。はい、人間性の話ですね。そうそうそう、はい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 。丸くなった。続いて、あずきちいきますね。はい、こちらです。まったく一緒、同じだ、同じ、マジか。いや、なんか直近のなんかアクターの配信でなんか自分がやっぱ大人になったというか、なんか丸くなったみたいな話をしてたと思うんですよね。うわー、マジか。なるほど、なつきちはその配信などを見ての結果ですね。はい、じゃあテコランの回答こちらです。人を頼れるようになった。確かに、そうね。なんかわかんないけど、昔は一人で頑張って頑張って頑張ってたけど、まあ今はいろんなホロメンとも触れ合ったりとか、おーおー、外部の人も触れ合ったりとかして、なんか、うんうん、私も人に頼れるようになったかな。自分の話っていう。ベコちゃんか、ベコちゃんにも言えるよ。そうね、ペコラにも言える。成長、うん、なるほどなるほど、うん、でも確かにそれもありますよね、はいはいはい。じゃあ、おー、これはこれのアクタンの回答を見てみましょう。こちらです。人間になった。なんとこちらね、人間になった。あのさ、直近のアクアマリンの配信でまさにアクタンが全く同じことを言っていたんですね。人間になった、人間になりましたと。人間じゃなかったってこと。マシーンだったもんね。人間じゃなかったの。人の心がなかった。そう、なんか感情、もう一人でいいやみたいな。もう人と関わるの怖いし、一人でいいしみたいな。結構尖ってたりとかしたけど、みんながさ、キョトーンってしてんのか。なんでなんでなんで、みんなキョトーンってしてますけど、みんなみんな。え、でもこの3つの回答も合わせて、まあ、人間になったは、そうなんじゃないかなと。で、周りから見たらきっと、ま、丸くなったと思う、うんうん。え、各何点あげてもいいと思いますか、これは。まあこれ10点。でけえ、でけえな。10点。全員10点。え、でもそうだよね。そしたら全員あげてたら点差が全く変わらないんだが。変わんないな、どうしよう。より近い。あ、でもペコちゃんのこの、あの、人を頼れるようになったは結構近いかも。こっちの方が近いかも。なるほど。で、こっち10点で、丸くなったは5点にします。5点了解です。わい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 。そうだね、やっぱ人とのつながりによってなんかちょっと脆くなったというか。そうね。こう、人間味があるねって、逆にね、お母さんに言われた。人間強度が下がってしまうんだよね。あ、そう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 。